こんばんは。遅くなりました。10分遅刻です。遅刻しました。すみません。今日はね、まんなみちゃんに特別にブリューに来てもらって、インスタライブを行いたいと思います。まんなみです。初めてした、この間。嘘でしょ。今決めたの。やったじゃん。なんかお決まりかなって。やってないから真似してくれないよね。やってそうじゃないから。真似するよ私お前が。いとまみです。っていう感じでお送りしようと思います。はい、いや本当にねまんなみちゃんね私ねすっごい大ファンだった。一番最初のコレクションに出会った時、そう出会いはね、出会いからまず言ってもいいですか？いいよ。はい。ね、コレクションにまなみちゃんが一番最初に出た時に、最初だったのかな、オランダの時間は。そうだね、パリコレだからね、初めてのパリコレだね。初めてのパリコレに出た時に、うん、なんかのインスタ見てて、めっちゃタイプの子いると思って、これはまずいと思って。で、夫に、これはまずいと言ってこの子知ってるって言ったら、あ、もしかして俺の知り合いの事務所の子かもって言って、で看護師さんからモデルになった子がいてみたいなこと言われ、マジかと思って、ちょっと会いたいんですけど、会いたいんですけどって言い続けて来てもらったんですベリューに。そう、そこが始まりで、でも難しいね、でも結構ストリート沿いのお店、そうまだね、こっちのお店じゃない時で、あっちの方のお店だった時で、あちらのね、裏側のお店だった時だったから、すごいなんか最初会った時に、あ、好きかもと思って濃いじゃん、好きかもって、本当に私女性の中で一番タイプって言ったまなみちゃんだから、すごい、何それちょっと、もう古いんだって、これそうなの、何これ、どこのやつ、こうじゃなくて、これも古いんだ、これ古いんだ、そうか、すみません、失礼しました、知らないからね流行りをね、そうで、すごい大好きになり、そこから結構いろいろね、例えば LA に撮影がまなみちゃんがあったりした時に、うちに来てもらった、遊びに行かせていただいておりますとか、結構数回ね、LA に来るたびに、そうなんですよ、ニューヨークに住んでると LA の撮影が結構頻繁にあって、ってなった時に、モデルって一人で飛んでいくので、すごい孤独なんだけど、こうね、愛さんたちがいるおかげで、ロスに来るのがすごい楽しみだ。ねー、懐かしいよね。懐かしいよね。なんか世界中ね、飛び回ってたから、そうね、今もコロナがなければね、あれだけど。恋しいね。恋しいよね、その生活も。そうで、今日たくさん質問をいただいておりまして、はい、それでまなみちゃんにいただいておりまして、ここの質問も読みつつも、前にいただいた私のインスタにいただいた質問をお答えしていきつつっていう感じにしようと思います。で、今日なんと髪の毛を触ってもいいとお許しが出まして、めちゃくちゃ可愛いアレンジをしてくれるそうです古い商品を使って待って、ハードルめっちゃ上がるから、でも頑張ります。お願いします。まなみです。次は流行ると思う。すごい、なんか初出し即席にしてはすごい完璧 な降りてきた。よかった、ありがとう、本当にありがとう、降りてきていただいて、はい、グータン見ました、素敵でした。やだ、ありがとうございます。なんかね、初めてのバラエティで、ね、すごい緊張しなかった、それは嘘だけどこんな感じ、そのままやっちゃって申し訳ないみたいな、やっちゃってね、やっちゃってね。いや、でもそのまんまのまなみちゃんが見たかったから、皆さんにとっても最高の回だったんではないでしょうか。はい、ということで、じゃあ質問コーナーを読んでいただきたいと思います。はい、質問コーナー、髪型の質問と愛用アイテムの質問がすごく多いんですけど、まずお二人の出会いは、これ先ほど答えましたが、はい、そちらと、ゆかさんのプリコレクションが見たいです。お結構ね、コレクションね、実は結構あるんですよ。結構あるの、結構あるのよ。どうする、なんかガンって見せるとなんかこんな感じと、そうそうそう、これは違いますね、これこんな、
こんな感じになっちゃう。これ違うよ、ね。それは違うな。それは違います。これは違います。失礼しました。あ、うん、そう。うん、なんだ。でもそう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 。この辺片っ端からつけちゃうよね。そうだね。この辺とか。あるんだよな。そう。なんかまんなみちゃん最近あのこのねロゴとかもね。あ、もうロゴ大好き。もうロゴ大好き。ありがとうって感じ。本当にね、これはスタッフのこのものをちょっとお借りしたんですけど、このタイプの指輪をロゴと言っておりまして、これでもう完全にまなみちゃんに作った指輪は、なんていうのかな、もう本当にその形をそのままイメージして、その周りのリングのこの部分まで作って、ロゴってでも基本的にそういう形で、もう本当に完全に一点物として作ってるものだから、ね、完全に石のための台座みたいな感じになってて、それを自分の好きなサイズに合わせて、そう、完全もう1ミリもオーダーメイドじゃない部分がないから、オーダーメイド。そうなんですよ。それを愛着がすごい。それを万波ゆかというイメージに合わせてデザイナーがデザインして作りました、はい、っていう。そう、でも本当に石の表情を全部生かして、リングの部分まで作ってるのがロゴっていうシリーズで、これ名前とか言っていく？片っ端から言っていくと大変かな。どう？あ、この辺もそう。この辺もね、まなみちゃんのデザインだけど。あ、来た。そう。これかわいいね。かわいいよね。なんか舐めたくなるよね。舐めちゃう。なんか胃の中に置いときたい。胃の中に大丈夫。お尻から出てきちゃうから。そうだよね。胃の中に置いとけない感じで。全然置いとけない感じで。これどう？たくさん製品があるので、はい、そしたら質問の中にもあった、うん、特にお気に入りのプリューのアイテムは何ですか、うん、という質問があるので、どうです？でも結局ずっとつけてるのってこれかも、うん、確かにそうかもね。アリードリングです。そう、アリードリングでもね、結構人気で、小指につけてる方とかもすごく多い。私はね、親指とかね、中指ですけど。親指も可愛いよね。親指スマートフォンを触るときにグッてなるから、確かに触らないときだけ親指、ま、曲がりにくい感じでね。舐めたい舐めたい、食いつかれております。はい、そう。あとはどう？いや、さあね、最近新発売された発売されてる。そうなの、そうなの。新発売されたフスタという商品になります。そう、これも可愛いよね。これもね、なんか左右違う長さで、でもそれが由来なんだよね、うん、由来っていうか、うんうん、なんだっけ。私もさ、何一つさ、なんだよね、平等だっけ。え、ちょっと待って、私ね、聞かない方がいい。公平、公平、一緒一緒。あ、お願いします。何一つ公平じゃないっていうね。はい、何一つ揃わない公平なデザインになってます。公平って言ってるのに揃ってないっていうところが肝です。これだから新しい定義として、新しい定義として揃ってない。ナヤさん、これだけ知ってるんですね。私たちが全然喋れないから、忘れちゃうっていう。私は本当にプリューの人間ですが、ちょっと、弱い部分があります。すいません。ワンちゃんはピアス7個開いてたんですけど、閉じちゃって3つです。7個開いてた。ちょっと若気の至りで。あ、なるほど。高校が結構厳しくてさ、全然メイクもできないし、ピアスももちろんダメだったから、卒業した日にはっちゃけて7個バーンって開いちゃって、それでもなんかもうあれになりそう。もうパンパン可能しそうじゃない？全然超元気。あ、超元気だ。オッケー、超元気だって。超元気、超元気、体強いです。オッケー、穴開けることとか全然、うん、まあ、全然元々でもそうだよね。だ、看護師っていう職業柄もそうだったのかな。平気、体強い、そういうなんかね。あ、そういうこと？穴開けてるのとか割と平気っていう感じ。すごいね、7個空いてる。痛みにも強め、痛みにも強め、うん、精神強め、いつでも元気なまさみちゃんですよね、本当に。そうなんです。そう、でもすごいよ、その一定の点、いつあってもこの辺のテンションでずっといられるっていうのが。あいさんも結構この辺じゃない？私もそれぐらいかもしれない。そう、だから結構ね、それがなんか合うんだよね、この辺でね。そうね、そうそう、保ってる感じです。そうそう、そう、ね、自分の機嫌を自分で取る感じいいよね。素晴らしいよね、本当に。そういうのは大変だよね。あ、引き続きお願いします。はい、はい、ロングヘアにプリューのアクセを使ってアレンジしてほしいですということで。あ、お、もちろん。早速？いい？はい、やっちゃう？
やりながら質問答えていただけば。オッケー、じゃあ、じゃあこちらに来てもらって。よっこいしょ。よっこいしょ、出ちゃうから。すぐ出ちゃうからね。私結構あのまなみちゃんのゴルフの中で、うん、わしっていうのが結構好きで言うよね。わし結構言うよね。あ、ありがとうございます。ちょっと待って、これ見えるかな。でもまなみちゃんの顔は見えた方がいいね。できたら、あ、ちょっとこういう感じでね。そう、あ、ハウトゥーみたいしね。本当そうだよね。絡まりを取ってもらって、絡まりはあるんですが、すごい。じゃあ私が質問をちょっと拾おうかな。そうですね。あ、アイさんのことが大好きな私の同級生のハルちゃんがいるな。あ、会ったことある。ね。4年。そうそうそう。4年くれた。そうなの。めちゃくちゃね、ゆいとアイさんファンで。オイルオイル。オイル。あ、デザイナーさんもファンです。あ、大丈夫かな。あ、聞かれていない。大丈夫です。デザイナーさん。あ、大丈夫です。のファンですか？デザイナーさんのファン。デザイナーさんのファン。本当ですか？はい、そうです。本当に。ありがとうございます。高めの声で。高め。ちょっと今日は高めの。せっかくだから髪の毛のお手入れ方法を教えてくださいという書いてあるとか。お手入れ方法ね。よく乾かす。確かに乾かさないで寝た日にはもうね、面白いことになる。大変ですね。あと痛みが激しくなっちゃう。溶かすときは毛先から。結構ここからするイメージがする。ここからやっちゃうんです。ここからやると下の方で絡まってこの辺で団子になるので、この毛先から。あ、ブラシでいい。すごい前髪の質問が多いんですけど、前髪パツンとなるんですけれども、後ろ髪との分け目の部分が剥げてきました。良い改善方法なんかありますか？カッと割れちゃうとか、それかここが。ああ、乾かし方が多分難しいと思うんですけど、私もおでこが丸いので、なんか、なんだろうな、こうやって上からこうやって押さえつけるように乾かしちゃうと意外と割れるんですよ。だから私は結構こう左右から両方こうして乾かして、こっちからもこうして、あ、ごめんなさい、動いちゃった。こういう感じでなんかまんべんなく乾かすようにしてます。結構ね、上から当てちゃったり前から当てちゃうと割れちゃうので、そう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 、よくそうだ、そうそうですね、完全にそんな感じか。前髪長い、あ、前髪短い人ね。そうなんですよね。前髪続き、前髪ケアで特に気を使っていることはありますか？前髪のケア、でもすぐ伸びるよね。伸びますね。でもなんだろうな、ケアに入るのかな、あの仕事によって結構長さを使い分けたりします。じゃあその仕事によってすごい短い時もある。うん、なんかファッション、海外のファッションめちゃくちゃエッジの効いたやつとかだとめっちゃ短くしますし、またあの日本向けのちょっとなんか広告の撮影とか、いろんな方に見てもらうやつだとちょっと馴染みのいいように長めで。なるほどね。まあ、まあでも確かにそのちょっとした差で、そう、この全然印象が違うかも、ね、前髪って。こうサイドの部分を長くするかとか切り上げるかとかでも全然違うので、顔の形とかね、パーツに合った眉、お眉でもいっぱいね、こうゆとりがあったりするので、自分に一番合ったお眉を探してください。お揃いにしましょう。私あの一回一番最初お眉にした時、完全にまなみちゃんの、うん、あの何を真似しました。嘘、真似でさ、本気声するのやめてください。まなみゆかさんにしてくださいっていう恥ずかしいこと。嬉しい。本当嬉しい。本気声、本気声、絶対声よく拾ったね。いや見て見て、一回ね、こういうね、ちょっとね、います。こういう状態にしまして、ちょっとまだですよ、まだですね、まだですよ。こういうね、こんなに長いからもうね、アレンジするのも本当に楽しい。自分でアレンジ全然しないから、すごいやってもらえるとありがたい。いや、どっこいしょ。2人の真似して前髪切りましたって、やだー、お揃いですね。でも多いよね、私のフォロワーの方でも前髪がある人がすごく多くて、そう、やっぱその前髪ってこのもうそこだけでファッション感が出るから、分かる。そう、なんかどんなこうモードな服を買うよりも
そうよね。それで決まるっていう感じになるかもしれない、うんうん、ね。でも結構さ、キャラクターっぽくなるじゃない？うん、キャラクターっぽくはなるね、確かに。それがなんか結構ネックになってチャレンジしない人も多いのかなとは思う、うん、あでもいいよね。私すっごい短いのが見てすごい好き。私も好き。編み方どうやって編んでるんですかってあるんで、もしかしたら後ろを回すいい、そこまでなんていい、ちょっと待って、反対になろうか、うん、そうすればいいかも、はい、じゃあ、うん、鏡寄ってもらっていいですか。ありがとうございます。こういう感じです。すごいすごい、さすが。分かってるよね。見たいじゃん。反応してるから見えないよね。あ、そういうこと、自分が見たいってこと。私の顔見せたいと思うの。いや、私の顔みんなが見たいと思うから。ないでしょ。みんなが見たいと思うから。でもめちゃくちゃ反応してる人多いから全然わかんない。わかんないか。読めないな。読めないよね。私は大丈夫です。いいですよ、次。はい。はい。そうですね。万波さん。はい。はい、ロングに飽きてカットしたくなったりしませんか？めちゃくちゃある。いやー、そうだよね。めちゃくちゃありますよ。でもたまにね、ウィッグとかかぶって遊んでますよ。そうなの？どんなめちゃくちゃ短いのやつとか、ボブのやつとか。遊んでるってどういうこと？自分で持ってるってこと？部屋さんの家に遊びに行って、かぶって借りていくみたいな。借りていくんだ、うん、結構ありますね。自分の中では どのスタイルが一番お気に入り、お気に入りっていうか気になる。あとで写真見しちゃおう。見た。見て。なんか私は結構ベリーショートを昔してたこともあって、うんうん、ベリーショートいいじゃん。今やりたいのはベリーショートのくるくるパーマなんだけど、うんうんうん、まあちょっとね、ベリーショートのくるくるパーマか。したいんだけど、すごいイメージが違うから。結構それは友達からしたらなんか指さしてもらわれましたね。本当に。いやでも見たい、まあでも何でも似合うと思うけど。じゃあこれ最後の紙質問。愛用してるシャンプーやスタイリング剤などおすすめありますか？愛さんある？私、シャンプーはウカのシャンプーがすごい好きで、そう、匂いもいいし、サラってなるしっていう感じで好きです。はい、どうでしょう。他のシャンプーか使ったことないかも。あ、本当？うん、今度使ってみよう、ね、いいよ、すごい。なんかメンズライン出してたよね、前ね。あ、そうメンズラインはね、使わせてもらった。さっぱりって感じです。そう、私なんか、ね、妊娠中にすっごい多分胃が気持ち悪い時に、うんうん、メイクアップアップアップっていうすっごいミントが入ったやつがあって、うんうん、はいはい、それがもうそれを嗅がないと寝れないぐらい、なんかもう執着してる感じ、アディクトしてる感じ。あ、でも妊娠中ってそういうのあるっていうもんね。そうなって、そこからすごい好きになった。おい、寝るとき髪結んで寝てますか？絡みませんか？上に上げて寝てます。あ、結ばないよ、ね、結ばない。バサッてしてその下に枕引いて寝てます。結ばない、ね、でもね、後つかないです。めっちゃ直毛なんですけど、なんか思ったよりならないと思います。なんか自分で見たらすごい長いな。すっごい長いの。ずっと指長いな。ね、すっごい長いのよ。後ろ見ても喋れる。あ、うん、かわいい。これなら読める。かわいい。あ、そう、オーバーオールはね、ゴルチェです。ゴルチェの伝説的なアーカイブ、めっちゃ持ってます。8本ぐらい持ってる。あ、そうなの？ま、なんかよく着てるさ、ジーパンっぽいのもゴルチェ、うん、めっちゃ可愛いのバストパンツ。白だけで持ってないんだよな。あ、そう。そう、どこで見つけるの？ネットね。私もでも結構ネット率高いかもしれない。ね、ネット率は高いぞ。うん。待って、部屋なんかもう一個ぐらいなんかつけようかなと思ったんだけど。髪の毛が早く乾く方法はタオルドライをしっかりすることです。
私はタオルドライをしっかりするので乾かすの5分ぐらいですよ。へえ、嘘でしょ。本当本当本当に5分10分で乾かる。10分もかからない絶対。ねえ、どうですか。かわいい。以上以上。あのね、見えるかな。見えるかな。見えないよね。見え、オッケーオッケー、はい、こちらにどうぞ。なんかこういう2つもいいよ。あの立って大丈夫かも。立って大丈夫、立って大丈夫。立って映る映る映る。なんか2つの編み込みの、え、なになになんか笑われてる。大丈夫ですか。そうそう2つの編み込みっていうか三つ編みっていうか、三つ編みする途中にぐるんぐるんぐるんって何回か回しながら下まで、そういう感じで何回かに1回ぐるんぐるんぐるんっていうのを入れながら編んだ三つ編みでございます。へー、ちょっとけどここだけずらしてみた。そしたらジュエリーがバランスよくつけられるかなって思いました。ゆいのアイさんエアアクセントこうやってつけるのいいね。うん、あ、かわいい。かわいい。え、超かわいいんだけど。ほら、なんかちょっとかわいい。チャイニーズの感じもしつつ、うん、かわいい。しつつ日本がしかも太さが違ってかわいい。そう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 、はい、なんか今日のまなみちゃんのこのここからさ、こう下ろしてた三つ編みも可愛かった。そう、可愛かったよね。それも可愛かったから。ここが編み込みになっててさ、編み込みが全然自分でできないから。あ、ね、この長さはちょっと難しいかもしれない。そうなんです。ちょっとそれを、それ可愛いって思って、そこからまた違う位置でやってみた。あ、いいね、長いと思います。可愛い。なんか前にも来れる。前にも来れる。後ろにも来れる。そう、なんかポイントはやっぱ大人っぽくもいけるように、まっすぐ見た時も2つって感じになりすぎない感じにしてみた。確かに1つっぽいけど、なんかあれ実は2つみたいな感じ。かわいいね。だったら大人可愛くてもできる。コートとかカッチッとしたやつ着た時に出てる毛っていいよね。こことここにつけてみた。あ、子供の髪の毛描いて練習してみよう。いいな。ねえ、このね、お子さんの髪の毛とかね。私、うん、姉もいるんですけど、あれ両姉、姉ダットじゃない誰あっちからあっち系が友達でした。両親が共働きだったから、うんうんうん、子供、うん、女の子だったら髪の毛ちょっとなさったなとかあるじゃないですか、うんうん、一切なくて坊主にされたんですよ。え、嘘。そう、それでさすがに忙しいからね、洗うのがなくなったらってね、でみんなに男の子って言われて、うん、実は女の子ってなって、うん、え、女の子坊主なのみたいになって、ちょっと伸ばすようになってくれて、このぐらいでキープされてました。それでもここ本当にずっと男の子の双子って言われてた。2人ともお姉さんも坊主だった本当。だから逆にこういう気質になったのかも。いやでもすごいね。それでもあ、ごめんね。ちょっとキュッてするやつだよね、なんかね。そうそうそう。え、すごい。でもやっぱ目立つだろうね。この身長とこのバランスで坊主だったら何事みたいな。でもちっちゃいから、ちっちゃいから、ちっちゃい。ちっちゃい時はそんなに背は高くなかった。ああ、でも小学校6年生バランスが全然3センチあった。本当に私ぐらいだ。そうなの。今の私ぐらい。だからもうやっぱね、ちっちゃい頃からもうなんかバランスはそういう風になるようにできてたんだろうね。お姉さんも大きい。でもね、60代中盤ぐらい。60代中盤。まあじゃあ私ぐらいぐらいな感じだ。うん、なるほどね。お洋服も質問が結構あったんで、はい、2人の今日のお洋服紹介しましょう。うんうんうん。ワンちゃんはこのトップスクロエで、かわいい、コルチエです。かわいい。靴気になった。靴はね、ラフシモンズ。ラフシモンズかわいい。いつもさ、かわいいあれ履いてるよね、靴。なんかちょっとごつめのね、スニーカーでさ、なんかうまく合わせてるよねって思って。結構さごつめって結構難しかったりするっていうか、そう。あ、でもアイさん結構華奢な靴履いてるか。結構華奢な靴履いてる。でも今日はこれはあのマーナミちゃんに影響されて。それかわいいね。なんかブーツこの前履いてて可愛いなと思って、ブ
ーツが欲しいと思ってブーツ買った。かわいい。ハイクだっけ。そう、ハイクの。かわいい。タイツもかわいいんだよね。タイツはこれ、うん、大阪のビジットフォー、あ、のんちゃんのとこだ。お知り合い。のんちゃん超仲良し。あ、そう、そうなんだ。で、なんかお会いできなかったんだけど、のんちゃんさんには。でもなんか、あの、お店の方もすごい可愛くておしゃれで、可愛いね、可愛かった。そこでね、あのタイツ3足買いました。あら。そう、タイツとか。で、これはタンの、去年のやつですね。タンの去年のセットアップです。すっごい可愛いものですわ、うん、ありがとうございます。はい、ではゴールチェね、2人の持ち物が気になるみたいで、うんうん、メイクの質問も結構多いんですけれども、うんうん、はい、おすすめのメイクアイテムを教えてください。はい、はい、まなみちゃんのおすすめのメイクアイテム。おすすめのメイクアイテムか、うん、何が知りたいだ。何知りたい。食べるね。ため、ため、ため。いや、私ね、めっちゃ知りたい。あのね、まず、いや、私のね、ズボラがバレちゃうんだよな、おすすめのメイク紹介すると。いや、でもね、あの絶妙な色を選ぶのよ。そう、リップとかも何それどこのみたいな絶妙な色を選ぶ。そう、だからリップの色とか、あとね、あの眉毛の眉マスカラの全然眉マスカラを聞きたい。だってあの眉マスカラをね、こうやってね、ザッて上に、あの眉毛をザッて上に上げてるのがすごく可愛くて、犬の毛みたいになってて。そう、犬の毛、それが可愛いの。そう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 、それがすごい可愛い。なんかこうやって上げるのありだなって思ったでしょ。ということで、はい、その、何を使われてるかを。そうですよね。基本ファンデーションは塗らないです。ファンデーションは塗らなくて、ベースみたいなのだけかな。私普段ね、メイクのこととか一切答えてないんですよ。同じの持ってるでしょ、初出し。嘘、同じの持ってる。最初の元気じゃん。あ、同じの持ってるでしょ、うん、これすごい、私一番好きな色だった。これわかるね、いいよね、絶妙なんだよね。これ売れちゃうね。え売れちゃうね、これね、これね。あ、じゃあ一つずつ、はい、はい、レス作って、うん、この、うん、ウェット&ワイルドの 534B っていう、多分日本売ってないんですけど、アメリカのそれこそデュアンリードとかっていうすごい安いスーパーとかでポッて売ってるやつ、98セントこれね、まなみちゃんにあのプレゼントしてもらって、そっからすごい好きで、でアメリカで探したら意外とないのよ。あのロスで探したら意外となくて、で2本目欲しいと思って、あのネットで調べたらなんと日本でも出てきた。うそ、うん、こういう色です。超可愛いの。なんかちょっとオレンジ系の茶色だよね。なんかちょっとヴィンテージ感ある茶色っていうか、そう、なんか青みっていうか、なんか紫みが一切ない、うんうん、もう黄みっていうの、朱色のめっちゃ濃いやつっていう感じなんですけど、うん、何にでも合うので、うん、ぶっちゃけこれで、うん、口塗って、この塗った残りで、この辺をつけて、そこやっちゃう、ここつけて、ここつけて、で伸ばして、おそんで完成するの、マスカラをするんだったら、このウズのカーキ色で、うん、コッパーかな、コッパーで、うん、1回出したやつで全部上下塗った残りで眉毛立てて、うん、そう、眉毛立てて、うん、で、キャンメイクの、うん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 、透明マスカラ、うんうんうん、透明マスカラで、うんうん、ここら辺シュッて終わりです。へえ、今その秘密を知った。なんかこの前私渦の店舗に、店舗っていうか、伊勢丹に初めて行って、でいっぱいマスカラ試した中でそれが一番可愛いと思って、そのなんかちょうどいい、あんまり赤みじゃない、これもオレンジ系のまつげなんだよね。まつげっていうか、あの色味だから可愛いと思って、それを買ってまつげにはつけてたんだけど、まさか眉毛にまでつけてるとは思わず、ね、めっちゃいいこと聞いた。なんかね、いろいろ持っ
ってられなくて、うん、なのでもう最悪いつもはもうこのリップだけ持ってれば、うん、もうどんなになるやろと思って、うんうん、でも本当に私もすっごい好きな色これでもなかなか変わりがない、ね、変わりがないの、ね、そうだからね不思議なことにめちゃくちゃ買った、うん、ネットでもうなんか使用期限とか考えて30本ぐらい買った、うん、本当にとりあえず本当に一生分と思って分かる分かるでも本当に一生分そうでもね布教したいなと思っていろんな人に配っちゃって、うん、そう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 私も結構普及されたから、ねね、日本語の普及して、してみようからって普及していただきましたそうなんですそうこれ私でも結構ライブでも紹介したりしててこのウェット&ワイルドのやつもうあの日本の人たちもあのネットで調べたらありましたとかそうアマゾンアマゾンにあるんだっけわかんないなんかでも日本でも多分200円ぐらいだったと思うよだよねびっくりでもなのにお値段差100円からだねそうだねなのにこんなにいい色ってやっぱあんまりないかもしれない ね独特な匂いはするんですよ、うん、クレヨンっぽいような、うんうんうん、そう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 コーディを使ってないみたいな感じの香りはするので、うん、それはまあ気にならなければって感じは安いんで、うん、ちょっと匂い無理とかだったらちょっとやめてください、うん、確かにここで作る分にはね、うんうんうん、問題ないと思うので今のところ色素沈着とかはないないねないないないすごい好きですあ品番色番号ちゃんでが534B 失礼しました 534B スクショタイムああピントハーバンこうやってやってなあ YouTuber そうそうそうあでも無理です違いました間違えました、はい、534B、うん、いやでもねこういうなんかこうちょっとワンポイントみたいなのが来たらね本当に嬉しいと思うでなんかあ意外とそんな使い方もあるんだみたいなやっぱクリエイティブだよねなんかやろうとするこうだってさ普通にそのここにも使ってみようここにも使ってみようってなかなかこれはこれメイクはこれはこれを使わなきゃいけないみたいな固定概念みたいなのがないっていうのが本当にね本当に素晴らしいですよねないよね、うん、別にねリップを眉に塗ってもいいし、うん、最近なんかブルベとかイエベとかですごい悩んでるって人多いんですけど本当にもう好きな色を好きなところにも自分の気分が上がるように乗せればいいと思うマイさんのね、インスタライブとか見ると本当だなと思う。そうなんですよね。私も結構そのブルベにはイエベにはって言われる方いるんですけど、やっぱその時の服とか、この、うん、今日この服着たいから、それに合わせて肌のベース作ったりとかしてもいいと思うし、だから囚われないっていうのが私もモットーにしていることかもしれないです。自分のためにメイクをする。いいですよね。気分上げたいじゃん名言、ね、本当だよね本当にマスクしてるけどねそうそうはい、あいちゃんのおすすめを教えてください、はい、私ねちょっと今この手元に今あるのを紹介します今日塗ったリップを紹介しますそう今日塗ったリップはこのヒースのインザモーメント結構新しい色だと思います流行ってるよねそう流行ってるよねそうそうそうあのアドレスっていう色もちょっとその 534B に近い感じの感じっぽい色味、まあ、ちょっと違うけどでこっちはもうちょっとだけ紫みがあるんですよねでなんでこれ選んだかっていうと私の髪の毛の色がちょっと紫っぽく落ちてきたので完全に赤茶系を使うとちょっと浮いてしまうっていうのもありましてちょっと間の茶色と紫っていうかその間の色を今日はつけておりますお似合いですありがとうございますね、あとは何だろう、スキンケアとかベースメイクのことを知りたいって言ってました、うんうん、あそうですねそうですねスキンケアスキンケアでおすすめおすすめありますおすすめか私結構何でも使っちゃう、うんうんうん、肌が強いすっごい強い、うん、なんか生まれつきなんですけど髪の毛も肌もすごい強くて、うん、いろんなものをとりあえず試してみることが多いかな、うんでもモデル向きだよねそうするとね、うん、やっぱモデルさんって本当にね結構ねメイクさんもモデルさんに合わせて、うん、これ強いけど大丈夫とか聞いてくれたり、うん、合わない化粧品やるとかそういうの聞いてくれるので、うん、1回だけめちゃくちゃヒリヒリしたやつがあったけど、うん、それ以外は全然へーすごいよねそれはねまあでも、うん、何いろんなものを使えていいよねね試せるしね、うん私はスキンケアはモイスティーヌを使っておりましてモイスティーヌっていうなんか美顔器使ってやるやつでもう
ニキビにすごい悩んでる時に始めて、それで一気にニキビが3ヶ月ぐらいでなくなってからもうそれしか使えなくて、敏感肌ではないけどニキビとかできやすい肌だからずっとそれを使っております。でも毛穴とかないよね。あるから見ないで、ほんとちょっと近いからやめて、もう恥ずかしくなっちゃうから、そう、もうやっほんとにさ、いやモデルじゃないから赤くなっちゃう、ほら好きな子に見られて、ほら怖い髪の毛と同じ色になっちゃう、ね、怖い怖い怖い、そうなのそうなの、もう私ね、そうなんです、見られ、見られ慣れてないから。わかる。私も恥ずかしい。ダメだね。そうです。恥ずかしいよ。モデルのお仕事をしております。そんなまなみちゃんです、ね。それストリートで撮影とかになったらもうすごい恥ずかしいもん。見られてないのかもしれないけど。見るよね。見るよね。ちょっと照れちゃう。本当にでもなんかモデルさんのお仕事ってやっぱりこうね、こう何ポーズと決めなきゃいけないから、そう気になっちゃった。気になっちゃったね。決めなきゃいけないからね。それすごいなって思う。私は本当に本当にすごいと思う。さんも最近写真撮られてたもんな。いやいやいや、それがね、慣れなくてですね、本当に慣れなくてダメですね。あのやっぱ作る方が好きなんだっていうのは本当にもうあの心底あります。やっぱやってる方が好き、やってる方が好き。わかる。楽しいよね。楽しいよね。でもせっかくね、ほら、もうその今この時代に時代にこの容姿で生まれてきたまなみちゃんを、もう本当にまなみです。親に感謝でいいです。親に感謝。感謝できてるところが素晴らしいです。素晴らしい。まなみさんセルフメイクですかってことです。セルフメイク。セルフメイクです。イエスイエス。そうです。今度愛さんにぜひやってもらいたいな。やりたい、なんかいろいろ乗せたくなって、なんかモリモリになっちゃいそうだけど、いろいろ乗せてみたいのがある。なんかね、本当にメイクも多分好きなんですよ。自分ではあんまりしないんですけど、でもいろんなメイクさんとかの感性で自分の顔をこう飾ってもらうっていうのがすごい好きで、だから愛さんの感性もすごい好きだから、顔でコラボレーションしたいな。やらせていただきたいです、本当に。なんかこの前ね、まなみちゃんここにつけてたね、キラキラもすっごい好きだった。グロシアのやつね、あれ可愛いのよ。ファンタズムっていう、もうギラギラのグリッターみたいなやつがあって、なんかあれ変更グリッターみたいなね、いろんな色が混ざってるグリッターだった。それがね、すごい可愛かった。赤とそれこそ変更グリッター2つ持ってて、なんかここにピエンメイクって言って、え、そうなの？ピエンメイクって泣いてるように見えるから、ここまでやるの？私はこの辺まで乗せたりとか、そこそこここだけにつけたりとか、ここに乗せたりとか、好きなように。ピエンメイクっていうの？私しょっちゅうやってたけど、それピエンメイクっていうの？今日もあるの？そうなの？え、かわいい。恥ずかしい。今までやってたやつに後から名前ついてると、え、そんなのついてたのってなっちゃうよね。流行りにすごいの浮かんちゃってた、私。そうなの。え、本当に信じられない。の質問で、はい、お気に入りのアイシャドウありますか？お気に入りのアイシャドウどう？アイシャドウ使う？自分で。ナーズ。ナーズね。ナーズのゴールドをここら辺にツンってすると、なんかね、目鼻立ち発見してすごいです。横向いた時にね、ここがスッとするんですよね。そう、あ、そういうことなんだね。そう、ハイライトとかもね、ここに。どんどん割となんか光り物系、ここに光り物ここに入れるといいみたいな。そうでも本当にここに入れてこうスッっていう感じ。なるほどね。私はメイクさんがやってくれた時に好きだったなってやつを真似することが多いので、いいね、それはいいよね。そのね、なんかあ、これもほらいいっていうね、そうここにつけるといいなとか、ガンガンにされてるとちょっと控えめにして利用するので、ね、すごい楽しいです。好きなアイシャドウ。私もでもナーズすごい好きかも。ナーズいい。ナーズ、あとそのさっきのこのヒンスもそうだけど、ヒンスのアイシャドウパレットも結構使ってて、なんか割とナチュラルなんだけど、ちょっと攻めたなんか何、そういうギラッとするものとかがアイシャドウパレットの中に入ってたりして、1個だけね、個性的なやつとかね。そう、それも好きだし、ちょっと試してみようかなって時にいいよね。そう、でも私ナーズのなんかクリスマスコフレ的な去年のものとかもずっと持ってて、なんか絶妙ななんか
見るとピンクなんだけどつけるとちょっとオレンジに光るみたいな、そういうナーズのナーズのものってなんかそういう絶妙なアイシャドウが多くてすっごい好きかもね、トレーニングとかやってますかっていう質問も結構多かったんですけど、運動とか やってますパーソナルトレーニングやってます。最近ちょっとサボってるんですけど、あと家でストレッチ、バレエやってたので、その時にずっと12年ぐらい続けてたストレッチを今でも、12年間バレエを習ってた、習ってました。幼稚園から高校生まで。いやもうね、だからその美しい動きとかができるのはちょっとね、くねくねしないように気をつけて、くねくねしないようにね。アリさんやってる？やってない。やってない。いや私もね筋トレすごい苦手ですね。続かないの。わかるよ。続かない。いやごめんなさい、私なんかパーソナルトレーナーやってますとか言って、気合い入れた写真とか一時期流して、1ヶ月で挫折しましたね。なんかもう運転してそこまで行くことと、もうなんかダメだったんだけど、本当はでも今やらなきゃなって思う。東京に来たら。なんで？なんか LA にいると結構もうなんかリラックススタイルが多いし、服もなんかちゃんとしなきゃみたいな。で鏡を見ることもなんか立ち姿勢とか見ることもそんなにないし、見られてる意識も全くないし、だからないんだけど、東京に来るとみんなこうスッとしてるし、なんかファッションがあるし、本当にでもLA にずっとコロナ期間中もなんかそっちに いるだけだったらこうちょっとね、なんかねファッションがねもうつまんなくなってきちゃってたから、すごいね東京に来てよかったなって思う。そうだよね、思う。でもまあニューヨークはね、ニューヨーク住んでたから、ニューヨークはどう？ファッション、あ、ニューヨークの方が好きな服着られるかも。なるほどね。そうか、誰もいい意味で気にしないし、そうだね、誰かしらの金銭に触れて、で、すごいアメリカのいいとこだなと思うのって、すぐ口に出しちゃう。その靴いいねとか、どこで買ったのとか、マフラー素敵だねとか、嬉しくなるよね。わかる。普通にね、そんな知らない人に見てもらえるんですかみたいな、ね、絶対そしたら私も一個褒め返すようにしてるんですけど、結構ね、人目を気にしないっていう面ではニューヨークはすごい行きやすいですね。結構こっちで奇抜な格好とかすると自意識過剰かもしれないけど、ちょっと見られてる気がするので、そうだね、まあ目立つは目立つもんね。そう、確かに。結構最近はおしゃれを楽しむっていうよりも馴染むものとか、そういう感じになってきちゃってたかなとは思いますね。なるほどね。なるほど、それはそうかもしれない。確かに確かに、私も人目を気にしないっていう面では LA の時の方が全く人目を気にしてない格好をしてる。あ、ゆかりさんだ。ゆかりさん、会いたいよ。ゆかりさん知ってる？あ、そうです、ご存じないですけど、またご紹介させてください。 ありがとうございます。いっぱいある。はい、アイさんの着用は、あ、すごいメモ、さすがです。みちかのお仕事で、みちか、みちかできる子だな。できるようなみちかです。本当にできるな。ここで褒められて嬉しい。嬉しいさっきもさ、こうやってさりげなくさ、ここ取ってくださいとか渡してくれるんですよ。何も言わなくても。だからもう使ってなんですよ、ほら。そうなんです。できる子なんです、みちかは。本当に古いのスタッフはね、みんな素敵なんですよ。ぜひね、お知らせ見てください。ありがとうございます。本当に元気になるから、お店に来るとね。でも本当にね、なんか空間とかも結構こだわって作ってる。気がいいのよね。そう、いいと思う。いいと思う。気がいい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 。ただ気を前出そう。うん、ありがとうございます。食で、食事、あ、そうだ、タンパク質を多めにとる、酵素をとるみたいな感じかな。なるほどね。そうだね。アイさんは？私全然気にしてなかったんですけど、今までっていうか、でももともとあんまりやっぱり胃が強くないから、こう脂っこいものとか食べ過ぎたりすると胃が痛くなるから、だから自然となんか、あ、今日はもうちょっと優しいものとか、あ、これ取んなきゃとか、食べたくなるものを食べるんだけど、できるだけそういう体調に合わせて食べるようにしてて、
でもタンパク質を多く取らなきゃいけないとは私も思っております。日々日々思っておりますが、人それぞれだからさ、ね、自分の体が対話できてたらそれが一番いい気がする。人によって必要な量とかも違うしね。でもなんかそう年を最近こう年を感じてくるようになったからやめて見られない、好きな人に見られちゃうと恥ずかしいから、分かる、あなんか分かる、二人ともこうなっちゃった。いやでも本当にね、そうちゃんとね気にしないとなって思ってるところです。分かる、はい、体調を崩さない秘訣、よく寝る。うん、私もそう。分かる、なんかさ行き来してるとさ、もう時差ボケでやばいことになるじゃん、うん、特にアメリカとかだとさ、うんむちゃくちゃ寝る。私もあの寝ないとすっごい体調を崩す。なんか自分でも分かってるから、あこれはまずいと思ったら全てあのちょっと旦那さんにお願いして、子供の寝かしつけてお願いして、あの寝ちゃう時はよくある。旦那さんが素敵なんですよ。旦那さんが好きな、私も大好きなんですけど、そうなんです、素敵なんですよこの旦那さんがいい、本当に結構ね、ありがとうございます。うちの夫を褒めていただいて、あんまり表に出ることはないなんですけど、まなみちゃんもねよく一緒にしょっちゅうしょっちゅうお世話になってます。なんなら私いなくてもっていうか、よく2人でも会ってるし、うんうん、そう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 、デートしちゃってる、そうデートしてる、デートしてる、浮気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 不倫不倫不倫だね、不倫だ、ね、不倫だよ、おばちゃん不倫だよ、ちょっと待ってやめてよいやね、でもなんかね、お互いがお互いが大好きでね、そうそうそう、支え合ってる感があって本当にもう理想の夫婦って感じなんですよね。なんか最近こう本当にちょっとのろけ話みたいになっちゃった、恥ずかしいんだけど、いいじゃん聞かせてよ、恥ずかしいんだけど、でも本当に尊敬してます、うん、本当に尊敬してる、うん、触る、そう面白いもんね、面白い、面白いって言うとこ、ね、うん、面白い、そうこんなに褒められると思ってないから、すごいセレクトとデザイナーは登場しません。登場しません。登場なるか、登場しません。ならない。はい。本当の前髪にしようかな。待って、やめて。じゃあ今日、実は本当はちゃんとこうやって降りてたんだけど、降りてたんだけど、ちょっとね、こうやってピッて上げる場面があり、止めてたらこうなっちゃったっていうだけの前髪なので、意図したものではございません。これ、ノリ？ノリ？ノリ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 になってる、ノリに、あごめんなさい、作業してる間にこの質問何度もいただいてるので、はい、日本とアメリカ仕事場の違いが聞きたいですと、この方熱心に質問していただいてるので、はい、仕事場の違い、仕事現場の違い、仕事現場の違い、言葉ママ本当そうだよね、言葉、あとは結構私の個人的な見解なんですけど、海外はぶっちゃけこれどうかなって思うようなことでも、あのいいねトライしてみようよってやるかも。日本だといやちょっと一回撮ってみるけどやっぱちょっとなってなっても、アメリカとか海外は結構みんなあいいじゃん一回やってみようよって結構それに対してトライをする。へえ面白い。うん、なるほどね。単純にむちゃくちゃやらせることも多いですね。むちゃくちゃをやらせることも多い、むちゃくちゃやらせることも多いです。落ちたら死にますけどみたいなところで撮影とか、それこそ5日間ずっとなんかロケで砂漠で撮影とか、なんだろうな、あもう撮影の期間中ずっとトランポリンの上とかトランポリン、うん、トランポリンと跳ねろと、うん、跳ねろ、その上で跳ねろと、だんだんねわけわかんなくなってきたりして、それがすごい楽しいですね。なるほどね、面白い。確かにそれってね、海外で活躍してる人しか感じないよね。そうね、日本ってこうなんだとか海外ってこうなんだとかね、うん、文化の違いとかもあるし、うん、もうね、文化の違いに触れられるのが一番楽しいかな、うんうんうん、他の国から来たモデルさんとか話するとかね、うん、そうだね、うん、日本は日本でねすごい撮影中にケアをしてくれるんですよ。寒くない暑くない、傘持ってきたよとか、水どうぞとか、すごいねケアしてくれるから、そのホスピタリティはすごい素晴らしいなっていつも思うし、アメリカで存在な扱いとかされると日本が恋しいってなります。うーんかな、そうだよね、なるほど。ね、愛さんは
私はでもやってることが全然違うから、日本ではこうなんかまあお客さんに会ったりもするし、だけどアメリカではあの人に会うというよりもやっぱりインスタライブだったりとか内側の仕事が多いから、なんかあのやってることが違うからちょっと比べようがもしかしてないかもしれないっていう感じなんですけど、そうでもまあ海外生活ってなると本当にこうなんだろう、人の目の、さっきも言ったけど人目が気にならなかったりとか、あとはこうもう率直にそれかわいいねあれかわいいねとか、なんか子供何歳とか、そう聞か、あのすごいこうスッて入ってくるっていうのが心地いい。だから子供連れててなんかギャンギャン言ってるけど、なんかあのシッシッとかそういうのがない、そういうのがない、なんかそういうもんだよねみたいな。めちゃくちゃ子供に優しいよね。優しい、めちゃくちゃ優しい。ベビーカーで階段の人とか言っても、いろんな人が四方八方が寄ってきてくれて、さって何も言わずに持ってくれたりね。本当に優しい。泣いてたらあやしてくれたりとかね。そう、本当に優しいよね。すごい優しい。まあね、日本もそうなのかもしれないけど、優しいとかそういう人が多い気がする。うん、そうだね。なんかこう人目を気にせずにすってあの何近寄ってきてくれるっていうのは、なんか本当にそれで学んだかもしれない。なんか、あ、こういう風に言ってもらえると嬉しいんだとか、うん、あ、素直に、あ、その眉毛かわいいねとか、うんうん、あ、なんかこの服かわいいねとか、どこのとか褒められてさ、嫌な気がしないからね。そうね、本当にそう。結構そういうのって海外で培ったかな。残り10分切りましたので、はい、駆け足で質問、はいはい、やっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、来年やりたいこと、行きたいところはありますか？どうでしょうか。いや、ニューヨーク帰りたいですよ。そうだよね。ニューヨーク帰りたいって言う。帰りたいよね。沖縄、本当だよね。まあ国内で言うとね、国内で言うと沖縄。私でもあの国内で行ったことないところも結構、あ、まなみちゃんの地元とかすごい良さそう。来てほしい、ぜひ来てほしい。だってあの川に飛び込んでるのとか、うん、あれどこ、地元、地元、地元、ね、5、6メートル上か飛ぶもんね。私もすっごい飛ぶの好きで、え、いや本当にめっちゃ好きで、川に飛び込むのよくやってたから、うん、すごい好き。そう、東京で探してもなかなかないんだよね。いやー、ないでしょ。昼のとか行くんですけど、もうね、東京はね、駐車と止めるのにでもね、お金かかるしね。そうね、そんな川に入るのにお金かかるんですかってなって、田舎者からしか消す気がないんですよ。本当になんかそう、国内やっぱ旅行行ってないとこあるから、いっぱい行ってみたいなって思いつつ、なんか子供がいるとなかなかねあれなんだけど、でも行ってみたいなって思ってる。ぜひぜひね。うん、答えられるかな。二人の好きな男性のタイプ。好きな男性のタイプか。いやいやいや、私、なんだろうな。あ、行動制限しない人。おお、そうだよね。うん、まあまあそれはでもしっかり。なんかで、友達もそうですけど、新しい人と出会ったら、その人を通じて新しい世界が広がっていってほしいんですけど、まあ、なんかあれしないでこれしないでとかいう人もいるじゃないですか。そういうのが一番無理で。だからまあお互い自立して好きなことができる、それをリスペクトし合えるっていうのがいいから、まあ理想ですね。おお、ありがとうございます。え、いや、私のタイプとか別に気になる、気になる、興味ないよね。気になる。旦那とか以外で。あ、旦那とか以外か。そっか、難しいな。ね、タイプとか、じゃあタイプでもね、私面白い人としか付き合えないかもしれない。あ、わかる。そう、面白くないと、話をしてて楽しい人じゃないと無理ですね。モテる人で。そう、なんかあの高校生の時に、あの一番最初に付き合ったって言えないぐらいの人が本当に喋んない人で、あ、もうちょっとなんで私こう付き合ったんだろうって思うぐらいちょっと あのあれだったんですけど、まあもう本当に面白い人と喋る人いいです、ね、なんか居心地のいい沈黙とかじゃないもんね、じゃない、じゃない。なんか喋んなきゃ、兄弟何人とか、いや兄弟何人っていうかね、もう一生懸命ね喋るとアドレナリンが出てしまうんだよな。ふむってね。はい、どうでしょうか。どうでしょうか。と、東京で好きな場所。好きな場所、東京で好きな場所。好きなご飯屋さんもありますね。好きなご飯屋さんは、私でも結構、まあ、日
日本食がやっぱり美味しいから、本当になんかね、アメリカでいい美味しい日本食に行こうと思うとすっごい高かったりするから、だからまあお寿司は本当に美味しいなって思う。日本わかる。寿司屋さんどこが好き？え、なんだっけ、名前わかんない。この前ってなんだっけ、まあ、若月、この前誕生日に誕生日に連れてってもらったの。素敵じゃん。そう、誕生日の前日かな、そう、連れてってもらって愛だな。そう、デートしました。素敵だな。はい、どこ、お寿司屋さん、お寿司屋さん、あの限らず、限らず好きな、なんか食べ物、好きな食べ物、好きな食べ物、果物とか、そうかそうかそうか。結構スムージー屋さんとか巡ってるもんね。スムージー屋さん、なんか、まんちゃんが今つけてる指を教えてっていうのがもう一回ありました。もう一回ありました。指輪、指輪してるよ。そう、はい、デメリス、はい、L、 L、 はい、アリードリング、真ん中がアリードリングです。リーリング、はい、はい、です、はい、です、です。あ、これモンドのラブラドライト、ラブラドライト、はい。なんか自分ルールで左はシルバー、右はゴールド。わかる。それいつ決めた？え？最近。いや私あのね、あのどっちがどっちとも決めてないんだけど、絶対に色をこう混ぜることがあんまりない。わかる。ないの？ない。奇遇だね、奇遇だね。いや本当にそうなんですよ。同類だから好きなの。そうそうそう、ね、本当そうかも。なんかゴールドかシルバーかみたいな感じでいつもつけてる。まとまりが良い。そう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 、そうなんです。そうなんです。そうなんです。うん。耳があって、耳、耳、ピアスですね。あ、もう一回。フスタ、フスタという新作。公平って意味なんですけど、公平なのに左右不平等みたいな。うんうん、っていう新しい定義。新しい定義です。はい、あ、私これはパサールで、メモリアすいません、ね、ポストラです。でこれもデビリス、グレイシャ、ドロップス、デビリスチェーンです。はい、すごい、たくさんいろいろ追加があり、あのペンダントはどうですか？あ、ペンダントは、あ、これはポストラで、これはまなみちゃんの、そう、あのヴィンテージのチャームなんですけど、それをつけてるんですね。これはね、冬の、ウェーブチョーカーです。ウェーブチョーカーです。ウェーブね、チョーカーも可愛いんだ。うんうんうん。最後の質問になるかもしれないですね。二、はい、人、クリスマスはどんなことされてますか？何してる？クリスマスか。明日イブ。クリスマスに内見に行こうと思ってたんですけど、うん、なんか周りの人が決まっちゃったみたいなんで、友達の家の内見また行きます。内見好き？内見ね、面白いよね。内見すごい。内見すごい大好き。花、愛様、うん。私はね、あの撮影が入っておりまして、撮影忙しいわね。そう、でもあの25日は子供たちに会えるので、そう、なんかね、サンタクロースをしようかなと思ってます。素敵。はい、そろそろ時間です。ということで、今日本当に本当にまさかね、なんか実現すると思ってなかったまんなみちゃんとドライブなんですけど真似するよ。ごめんごめん、じっとしてる。そう、あ、いいんだよ、じっとしてなくて大丈夫です。そう思ってなかったまなみちゃんとのライブなんですけど、本当に楽しく話す、お話しさせていただきました。で、ということで今日はこれで終わりたいと思います。なんかありますか？はい、あの残してください、アーカイブ残してくださいということで、はい、あの残せるようにします。そして第2回も楽しみ、あり、ロスでもやりたい、やりたい。ロスのなんかほら、なんかちょっとなんか外れのさ、方のさ、なんかいい雰囲気のところとかさ、行きたいよ。ちょっとサバクがあったりのところとかさ、超行きたいよね。大好きね。もう
もう本当に早くなんか来年はねちょっといろいろ落ち着いてくれるといいなって思っております。店内ツアーとかしたかったな。あ、店内ツアーとかね、したかったな。次しましょう。次しましょう。はい、いい。では今日はなんかお締めの言葉あるの？ないんだけど、どうしようか。なんかある？最後に、最後にだ。あ、まんなみです。まんなみでした。まんなみでした。お疲れ様。ということで、あ、お疲れ。もう一回やって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なみ、ちょっと恥ずかしい。なんで？ということで、ありがとうございました。切ります。